ハレルヤー、こんばんは。ハレルヤー、こんばんは。今日はちょっと寒いですね。明日はなんか雪がちょっと降るかもしれない。小太郎さん、ハレルヤー、こんばんは。ハレルヤー。メラニさん、こんばんは。カズキさん、こんばんは。ご安徳さん、こんばんは。ハレルヤー。皆さんお元気そうで素晴らしい。はい、アメン。ハレルヤー、アメン。ですね、そうですね、今日はですね、なんかこうまた今日も偶像の話で偶像の話ばっかりですが、今日のタイトルは、あなたは偶像によって苦しめられているのです。イエス様が解放してくださいました。昨日の続きなんですが、昨日ですね、ちょっと復習をしてみたいと思いますが、結局ですね、日本は偶像礼拝を、強要している、つまり強制しているといいますか、それが日本の問題点だよという話なんですね。そして今日はその続きで、じゃあ、具体的に偶像崇拝は何なのかということなんですね。具体的に偶像崇拝は何なのかということなんですが、それをですね、今日は少し話したいと思っております。はい、アジタさん、ハレルヤー、アメン。ですね、なぜその偶像崇拝っていうことをこうしつこく言うかと言いますと、その要するに人間っていうのは、どっちかなんですね。イエス様を礼拝するか偶像を礼拝するか、イエス様を礼拝するか偶像を礼拝するか、もっと極端に言うと、イエス様を礼拝するか悪魔を礼拝するか、イエス様を礼拝するか悪魔を礼拝するか、これどっちかだっていうことですね。今日の午前中、花さんの聖書クラスでもそれちょっと同じこと言ったんですが、なるべく皆さんにこうシンプルに教えたいんですね。目に見えないことですから、皆さん数学苦手だったでしょ。皆さん数学苦手だったですよね。その目に見えないことは意外とこう難しいわけですね。で、思考を学ぶというのは目に見えない霊的なことを学ぶということですね。ですから、第3こんばんは。ですから、そのできるだけシンプルに分かりやすく説明するのが、大事なんですね。ですから、イエス様を信じるか、悪魔を信じるか、どっちかなんですね。イエス様を信じるか、悪魔を信じるか、どっちか。だからそういうことで、その偶像崇拝っていうのは結局、悪魔を信じることなんですが、その、具体的に、じゃあ、ね、悪魔を信じるということはどういうことかということを学べば学ぶほど、今度はイエス様を信じることがどういうことなのかが見えてくるんです。例えば、罪を学ぶと愛がわかる。愛を学ぶと罪がわかる。それとちょっと似てるのかな。そういうことで、ぜひ皆さん、その偶像崇拝はどういうものかということを、この学ぶということがとても大事なんですね。で、いろんな偶像崇拝があります。で、昨日の話によると、むさぼりだというのがありましたね。むさぼる。肉をむさぼる。肉をむさぼるっていうのは欲望的なことを求めるというのが一つの偶像崇拝なんだよということですね。宮梨さん、それも、欲を求めてることになりますね。で、時々ね、皆さんに皆さんの偶像は何ですかというと、いろんなことあります。皆さんが、私の偶像はこれですって、大体まあ偶像なんですね。皆さんが偶像だっていうものは大体偶像なんです。で、そのなぜ偶像
が何か、偶像が何かとか、どういう偶像を崇拝しているかということを知ることはとても大事なんです。なぜかというと、多くの人は知らず知らず偶像を崇拝しているんですね。知らず知らず偶像を崇拝しています。ですから、そのいろんなその偶像崇拝をこう、やることによってですね、学ぶことによって偶像崇拝が見えてきます。例えばどういうことがあるかというと、例えば今は受験シーズンですね。皆さん、受験は、偶像崇拝ですか？ちょっと、そうですね、アンケート取りましょうか。受験が偶像崇拝だと思う人が1、受験が偶像崇拝じゃないと思う人が2ですね。受験は偶像崇拝かどうか。受験にもいろんな種類があるから、まあ一派一からげで偶像崇拝って言ってるわけじゃないんですが、ある意味では学歴志向と言いましょうかね。学歴志向は偶像崇拝かと、つまり学歴によって、将来を保証しようという考え方、これが偶像崇拝かどうかということですが、いきましょう。1、2の3。ああ、30%。大体 30% が多いんですよね。はい。なぜ受験が偶像崇拝かというと、つまりその学歴があれば、この学歴があれば誇れるということで、一種の見栄ですね、虚栄ですね。虚栄は偶像崇拝ですね。虚栄っていうのは、見せかけというか、自慢というか、その見栄ですね。見栄、虚栄、同じだな。要するに嘘のこの栄光と言いましょうか。見栄は偶像崇拝ですね。だからブランド志向ね、ブランド志向、例えばね、こうブランド品を持つ、あれも一種の見栄ですね。で、あれも偶像崇拝ですね。偶像崇拝。ある人がこう言ってましたよ。誰が言ったのかな。ある人が言ってましたね。イギリスのある人がですね、日本人はブランド志向を持ってるけどね、あれはおかしいって言うんですね。で、なんかこう、イギリスのお金持ちは、ブランドのハンドバッグを持たないとするんですね。ブランドのバッグを持たないとしたのかな。で、それは付き添いの人が持ってるという、ブランド品、お金持ちの人は付き添いの人がブランドのバッグを持っているので、ブランドのバッグを持っていることが、それは誇れないというようなことを言ってましたけれども、とにかく、ブランド品は見栄だということですね。ブランド品を持ってるから偉いわけでも何でもないというね。要するにこの世の見栄ね、外車乗ってるからかっこいい、スポーツカー乗ってるからかっこいいね。こうよくなよくあのこうなんでしょうか、ポスターでね、こうやってこう生きがってる、こうね、こうサングラスかけて、このね、ああいうの見栄ですね。大体ポスターに出てるモデルは全部見栄ですね。ね、なんかこう、かっこつけてですね。なんかみんな、ああいうのは、コマーシャルはみんな見栄だと思ってください、コマーシャルは全部見栄ですね。こう、かっこつけてるだけですね。もう多くの人はその、かっこで騙されてですね。大体のモデルは、見栄張っておりますね。見栄張っておりますので、ですからぜひ皆さんね、アイドルなんかもですね、皆さん、あれはみんな見栄だと思いますね。かっこつけてる。俳優なんかもそうだね。女優さんとか男優さんとか、俳優もですね、絶対見栄ですね。かっこつけておりますね。なかなかですね、自分の素顔を出すっていうのはなかなか難しいですね。やっぱりそういう、タレントとかですね、歌手っていうのはですね、そう、かっこつけないと売れないからね。偶像にならないと売れないという、偶像になって初めて売れるというでしょうかね、
本音を出したら売れなくなっちゃうということなんでしょうかね。まあ、そういうわけで、その偶像が多いということですね。偶像が多い、それから、まあ、社会的な地位も、社会的な地位も偶像ですね。社会的な地位ね、これも偶像です。それからあと何があった、あるかな、そうですね、あとはですね、お金ですね。昨日も言いましたけど、お金も偶像ですね。なぜお金が偶像かというと、お金があった方が幸せだとかね、お金を愛するとか、お金持ちだと偉いようなね、なんか止まっちゃったかな、貧しいとはダメっていう。皆さん、貧しいことは悪いことじゃないんですよ。世の中ではね、お金持ちがそのね、偉いかのように言ってますけど、聖書では逆を言ってます。聖書ではですね、私の好きな御言葉なんですが、ちょっと今日御言葉用意してなかったのでこれですが、これは、ルカの6章ですが、この20を見てください。20、私の好きな御言葉、いいですか。貧しいものは幸いです貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものですからね。皆さん、聖書っていうのは世の中と価値観が違うんですよね。ルカの6章20ね、貧しいものは幸いです、貧しいものは幸いです、聖書にそう書いたんですね。で、お金持ちは災いだっていうと書いたんですよ。お金持ちが災いだっていうのはね、どこだったの、ここですね、24ね。しかし富んでいるあなた方は哀れなものです。慰めをすでに受けているからです。今食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。皆の人に褒められるとき、あなた方は哀れなものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。ね、皆さん、これに富んでいるものはあなた方は哀れなものですね。皆さん、聖書ってすごいですね。皆さん、世の中の価値観と違うんですよ。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。富んでいるものは哀れだと書いてあるね。富んでいるものは哀れ、あ、すごいですね皆さんね。聖書の価値観は世の中と正反対なんですね。こういうのもありますよ皆さん。身分の低いものに合わせなさいとかですね、そのお金持ちだからといっておべっかを使っちゃいけないとかね、そういう要するに貧しいものを見下げてはいけないという、ね、貧しいものを見下げはいけないという見言葉があります。だから皆さん、ね、聖書の考え方は なぜ貧しい方が幸せかというとね、なぜ貧しい人が幸せかというとですね、貧しいものはお金という偶像を持てないからですね、お金という偶像を持てない。お金持ちはお金という偶像があるから、そのお金という偶像があるとお金に頼っちゃう、ね、神様に頼らなきゃいけないのにお金に頼っちゃう。だからお金という偶像があるから神の国に入りにくいということですね。貧しいものはお金という偶像がないから神様に頼りやすいということですね。つまり、貧しい方が神の恵みを、認識というか恵みを感じやすい。貧しい方が神様に祈る、ね、貧しい方が、神を求めるという、そういう感じでしょうかね。神様は、貧しいものに、この貧しいものを覚えておられるというか、貧しいものを憐れんでくれるという、そういう感じもあるかな。
だからって、ま、わざわざ貧しくなることないんですよ。わざわざ貧しくなることはないけども、決して貧しいことは悪いことじゃないっていうか、まあその悲しいことではないというか、そして神様に祈ればいいんだということですね。神様、お金がありません、お金ください、これこれこういうことでお金が必要ですから与えてくださいと、そのように祈るということですね。ですからただ貧しくていいって言ってるわけじゃないんですね。神様に祈ることによって、必要なものが与えられるよということですね。はい、ですからお金が偶像になる、昨日もちょっと話しましたけど、拝金主義ということでお金が偶像になるということですね。それから恋愛も偶像ですね。恋愛も偶像、皆さんで恋をしている人はもうちょっと水を差すようで必要ですが、失礼ですが、皆さんが男性に恋をしている、女性に恋をしている人、それは偶像だよということですね。なぜかというと、人間はみんな罪人です。人間はみんな罪人なので、理想的な女性はいないんだよということですね。みんなダメ人間で、みんな罪人なんだよ。理想化したら、それは偶像化しちゃって、それは妄想なんだよということですね。夢ぐらい見させ。いや、だけど、そのバブルが弾けてですね、失恋する、しますから、失恋すると痛いですよ。だから、失恋する前に、その恋愛という偶像を、偶像だということを理解することが大事ですね。はい、そういうわけで皆さん、恋愛っていうのは異性を偶像化して理想化して妄想することなので、それも偶像崇拝なんだよということですね。そうですね。まあ公職とか性欲、公欲とか 性欲、これも偶像ではないかと思うんですね。まあ、よく深く考えてもないんですが、あまり深く考えてないことを説明するのはちょっと失礼かもしれませんが、公職、性欲、これも偶像化、つまり、性欲を求める、性欲を偶像化して求める、要するに、性欲で満たされようとする、性欲をに価値を置く、性欲に縛られる、これは偶像だということですね。だからそういう切り口で考えると、で AV がなぜいけないかっていうのが分かるでしょ。結局 AV っていうのは性欲を偶像化して、性欲をで満たされることをこう求めることだという、性欲が偶像になる、これ現在の、まあ、一つの悲劇でしょうね。ネットではそういう危険性がたくさんあります。だから皆さんですね、そういう性欲が偶像なんだっていう切り口ですね、悟りと言いましょうか、それをぜひ理解して、そうか、私の偶像は、性欲だったんだ、私の偶像は性欲だったんだというね、そうすれば、解放されることが、この解放されやすくなると思いますね。恋愛も偶像崇拝なんだ、性欲も偶像崇拝なんだ、お金も偶像崇拝なんだ、虚栄も偶像崇拝なんだ、受験も偶像崇拝なんだ、まだあるかな、まだたくさんありそうですね。ギャンブルも偶像崇拝ですよね。もうパチンコばっかりやってるね。なんか今度はニコ生で競輪の選手権かなんかやるってみて、と思いましたね。もう競輪をですね、ニコ生でやると、もう本当にギャンブルは偶像崇拝ですよね。パチンコばっかりやってるね、宝くじばっかり買ってる、麻雀ばっかりやって、まあ麻雀やる人今いるのかどうか分かりませんが、麻雀とかね、そういうギャンブルばっかりやってる、株ばっかりやってる、 FX ばっかりやってる、これ全部偶像です。偶像崇拝ね。それからあと何があるかな、あと偶像崇拝、
ゲーム。ゲームもこれは偶像崇拝ですね。もうゲーム、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 ゲーム。ニコ生のランキング見ると、ゲーム放送がトップ、トップ5、トップ10、ほとんどですね、ゲーム放送が多いじゃないですか。もうこれ偶像崇拝ですね。ゲームは完全にこれは偶像崇拝ですね。偶像崇拝。大体ゲームってハマっちゃいますからね。で偶像崇拝っていうのは束縛です。ね、束縛。こうなんかこうやめれない。なんかその時間もお金も使っちゃう。それからそれにこう夢中になっちゃう。もう、その偶像の世界にはまっちゃう。ね。偶像の世界にはまっちゃう。もうそのことばっかり考える。これが偶像崇拝ですね。むさぼりです。食欲も、これも、まあ、過食症。これも偶像ですね。食べ物が偶像になると、これは、これ偶像崇拝。お酒もそうですね。お酒も、私もそうでしたね。お酒が偶像でしたね。もうお酒があれば、もう、あと何もいらない。もうお酒飲むことが人生の楽しみだったんです、私もね。お酒は偶像でしたね。アル中ですね。お酒飲むと気持ちが良くなるね。ああ、気持ちいい。もうストレス忘れてですね。ああ、もう嫌なこと忘れてね。こう。これも偶像。お酒の偶像ですね。タバコもそうですよ、皆さん。タバコ。ね、私タバコ吸ってましたけどね。こう、タバコも偶像。麻薬も偶像ですね、麻薬。麻薬やってる人いるかどうか分かりません。麻薬も偶像。それから、あと、まあ、趣味。趣味もですね、偶像崇拝多いですよ、偶像崇拝ね。趣味も偶像。まあ、たしなみ程度だったらいいのかもしれません。まあ、でも、信仰によらないことは罪だからね。趣味も大体偶像崇拝ですね。あと、スポーツ。皆さん、野球、サッカー、ね、ゴルフ、スポーツ見たりやるの好きな人いますか？スポーツ好きな人、見たりやったりするの好きな人。あれもね、私偶像崇拝だと思うんですよ。私もですね、クリスチャンになる前は毎晩ナイター見てましたね。ナイターっていうのは、プロ野球の夜の試合ですね。ナイターあれを毎晩のように見てましたけど、スポーツも偶像崇拝ですね。もうスポーツのことばっかり考える、ね、野球のことばっかり考える、サッカーのことばっかり考える、スポーツのことばっかり考える、これはですねやっぱり偶像崇拝ですね。偶像崇拝ね。悪魔はですね、悪魔は偶像崇拝させてですね、その人の時間を盗んでるんですね。その人の時間を盗み、お金を盗み、その人の活動を盗み、イエス様を信じることを妨げている。イエス様を信じることを妨げている。これが偶像崇拝ですね。偶像崇拝。で、悪魔はですね、世の中の様々なことの中で、世の中の様々なことの中で、偶像礼拝を強要している。偶像崇拝を強要している。これがですね、昨日の結論。昨日の結論ですね。日本の問題点は、偶像崇拝を強要してるんだということですね。今日ね、ニュースでね、今日ニュースで自民党が、憲法改正して、天皇を国家元首にするというようなニュースがありましたね。私は、天皇制が偶像崇拝だと思いますね。天皇制は偶像崇拝で、私は憲法改正はですね、憲法7条の改正は反対ですね。憲法7条の改正は反対ですが、天皇を象徴とする、象徴というのはまさに偶像ですね。日本の象徴は天皇だというのは憲法1条なんですが、戦前は元首だったのかな、日本の元首が天皇だったんですが、戦後は、
戦争に負けて象徴になりました。この象徴も一種の偶像ですね、偶像。だからやはり天皇一条もがなくなるという憲法改正に賛成ですね。天皇という項目ですね、それをなくす、偶像をなくす憲法。天皇はね、天皇は人間なんですね。だから私はね、人形にしちゃいけないと思うんです。本当に天皇のことを愛してるならば、天皇を人間にして、人形にしてはいけない。私たちと同じ人間なんだ。なんかこう、人間じゃないように扱う、天皇を人間に、人間じゃないように扱う、これはね、失礼だと思うんです。天皇に対してね、本当に天皇を敬う人は、本当に天皇を敬う人は天皇を 人形にしてはいけない。天皇を人間として扱わなきゃいけない。一人の人間、尊い人間として扱わなければ、これは天皇を敬ってるんじゃなくて、天皇を非人間化してると思うんです。だから日本人の人たちはそこのところ騙されてるんですね。騙されて、天皇を敬わなきゃいけないよということですね。天皇を敬うということは、天皇を私たちと同じ人間になんだよということですね。天皇を人形にするということは失礼なことですね。失礼なこと、してはいけないことなんですね。天皇を人形にしてはいけないんだということですね。基本的人権は天皇にもあるんだ。天皇にも基本的人権があるんだ、ね。天皇を象徴にするということは、天皇の基本的人権を奪ってるんだ。天皇に対してとんでもないことをしてるんだ、ね。天皇の人間としての尊厳を奪ってるのはいけないんだよということですね。それからあれですよね、死刑制度、反対の放送をちょっと前にしたんですが、死刑制度反対をしたんですが、その、日弁連といって弁護士のあれでしょうか、グループですかね、日弁連が放送ですから、法務大臣、ね、法務大臣とか総理大臣にその死刑廃止のなんかこう手紙を送ったというニュースも今日ありましたから、これはいいですね。これは良かったと思います。はい、そういうわけでですね、皆さん、ありとあらゆるところに偶像崇拝があるん、ね、AKB も偶像崇拝ですね。AKB も偶像崇拝ですね。アイドルっていうのは英語で偶像って意味なんですよね。だから皆さん、 AKB を偶像にしてはいけませんね。 AKB も一人一人の人間だというね、偶像にしてはいけません。天皇も偶像にしてはいけません。 AKB も偶像にしてはいけませんね。漢字も偶像にしてはいけません。スポーツ選手も偶像にしてはいけませんね。皆さん、本当に偶像崇拝だらけですよね。偶像崇拝だらけです。世の中偶像崇拝だらけですね。でもね、こういうふうに偶像崇拝っていう切り口でね、日本を見たり世界を見たりすると見えてくるでしょ。皆さん、なんて偶像崇拝が多いんだろうか、なぜ偶像崇拝多いんだろうかと、見えてきませんか、見えてきませんか。じゃあ Q ちゃん、あれも彼もどれもこれもみんな偶像だったらどうしたらいいんですか。スポーツも偶像、ね、アイドルも偶像、お金も偶像、ベンツも偶像、ね、恋人も偶像、 FX も偶像、じゃあどうしたらいいんですか。はい、本当に、礼拝するべき方、本当に、従うべきお方を信じることです。誰ですか、誰ですか、誰ですか。この世界を作り、私たち人間を作り、私たちを本当に生かしてくださる、私たちは偶然生きているのではない、私たちを生かしている本当の神、そうです、小太郎さん、アメン、イエス様です、イエス様です。イエスキリストが私たちを生かしている誠の神の現れです。イエスキリストを信じるということが
その偶像崇拝の反対のすべきことなんです。多くの方は偶像崇拝することによって神に逆らい、神に対して正しくない態度を取ってるんだということですね。偶像崇拝こそ罪なんだよ、ということですね。その偶像崇拝に対して、正しいあり方、延長はうまくいってるはずなんですが、今度は大丈夫ですね。今のはね、延長が失敗したんじゃないんですね。延長はうまくいってるんですが、ちょうど延長の時間に止まってしまったという、まあ本当にですね、本当に困っちゃいますね。しょっちゅう止まったばっかりいまして、申し訳ありません。はい、今度は大丈夫だと思うんですが、はい、それではですね、ちょっと次は、はい、これで大丈夫かな。トラブルばっかりですね。はい、トラブルが多いです。はい、それではですね、はい、それでは、次はですね、偶像が多いっていう話ね、いろんなことが偶像だって、あと自分も偶像ですね。自分が偶像、あのサタンはですね、サタンは自分が神になりたいと思ったんですね。だからサタンは自分のことを偉いと思ってるんです。自分は賢いとかね、皆さんの中にちょっと自分が偶像の人どのくらいいるかアンケート取ってみましょう。皆さんの中に自分は賢い、自分は偉い、自分は神だと思ってる人が1ね、謙遜な人が2ですね。サタンのように自分は偉い、自分はかっこいい、自分はね、一番だ、自分はすごいと思っているのが1ですね。いきます。1、2の3。おお、ちょっと多すぎですよ。多すぎ。これがね、やっぱり、まあ、一番の偶像じゃないですかね。自分が一番と思うの。これ、サタンの心ね。これ、偶像ですよ、偶像。日本人に、若い人に結構多いね。若い男性に特に多いな。日本の若い男性はみんな、そういう、自分は偉い、自分は神だと思ってる人がたくさんいる。それは悪魔の心ですね。つまり偶像崇拝っていうのは悪魔崇拝だ。偶像崇拝っていうのは悪魔崇拝で、自分が偉いというのはまさに自分を、神としている偶像崇拝なんだよ。自分を偶像として、まあ、ナルシストってありますけど、ナルシストっていうのは自分をこう好きになるっていうのかもしれませんが、自分が偶像になる、これも偶像崇拝ですね。自分を偶像にする、自分の家族を誇る、これも偶像崇拝。自分の国を誇る、これも偶像崇拝。自分の民族を誇る、これも偶像崇拝。自分の人種を誇る、これも偶像崇拝。自分の権を誇る、これも偶像崇拝。自分の家柄を誇る、これも偶像崇拝。皆さん偶像崇拝だらけですね。ナショナリズム、これもですね、偶像崇拝ですね。ナショナリズム、これも偶像崇拝ですね。はい、クルーズさんこんばんは。まあ本当に偶像だらけですね。皆さん、この偶像崇拝っていう切り口でね、社会を見て、また自分を見て、いかに偶像崇拝だらけなのか。そして偶像崇拝はさっきも言った通り、束縛ね、それから、時間やお金の無駄遣い、エネルギーの無駄遣い、ね、そういう非常に不健全なあり方なんだよということですね。もう一回言います。偶像崇拝というのは、時間や
お金の無駄遣いで、エネルギーの無駄遣いで束縛であり、虚しい行いなんだよということですね。偶像崇拝は虚しい行いなんだよということですね。皆さん、今日本も世界も不景気ですね。不景気です。で、この不景気の理由がですね、私は偶像崇拝があるからだと思うんです。今言ったようにですね、無駄なお金を使っている、無駄な時間を使っているので、経済が悪くなるのが当たり前、経済が悪くなるのが当たり前。分かりやすい説明しましょうか。分かりやすく説明しますよ。日本人全体がみんなパチンコやったらですね、日本の経済おかしくなりますよね。日本人みんながですね、そうですね、お酒ばっかり飲んだったら、アル中になったら、日本の経済行き詰まりますよね。日本人みんながですね、スポーツばっかりやってたら、日本の経済おかしくなりますよね。つまり、偶像崇拝をやることによって、経済は悪くなるんだよということですね。日本の経済、世界の経済がうまくいかないのは、偶像崇拝の結果なんだよという、はい。ですから、経済を良くするためには偶像崇拝やめた方がいいんだということですね。経済を良くするためには、よくね、ギャンブルやって、生活が破綻したとか、まあ、アル中はよくありますね。アル中で生活が破綻したとか、それから、ね、ネトゲ廃人もあるし、まあ、とにかく偶像崇拝で生活が狂っちゃうんだよっていうのは、言えると思うんですね。はい。それでは明石タイムいきましょう。はい、明石タイムいきますね。今日は偶像崇拝ということを、まあ、詳しく、やってます。皆さんも偶像によって苦しめられているのですということで、その偶像崇拝の解決はイエス様。イエス様が、偶像崇拝を解放してくれます。はい、それでは明石タイム。私もこれこれという偶像で苦しんできた証。私もこれこれ、これこれという偶像で苦しんできた証、スタート。偶像で苦しんできた証、スタート。よさんの放送が偶像崇拝。今はイエス様です。韓流スターファンを辞めました。尾崎豊という偶像がありました。信用偶像にしていた。アニメがやめれません。アニメが偶像、アニメ偶像っていうのはですね、アニメ偶像、これも大きいかな。アニメ偶像、マイケル・ジャクソンも偶像でしたね。ジュタさん、偶像に仕えて不幸になっていた私を神は救ってくださいました。アメン。ブランドの買うのをやめました。アメン。ネトウヨをやめました。アメン。JK 崇拝やめました。アメン。ミラニさん、よかったですね。 JK が偶像でした。 JK 偶像礼拝やめました。女装やめられました。ネタが脱出できました。対人恐怖症が治りました。グッチも偶像。ネトゲという偶像崇拝やめました。買い物偶像やめました。AKB は偶像だと分かりました。ゲーム配信という偶像やめました。
恋をするのをやめました。ゲームを完全にやめました。仕事も偶像だとしました。映画という偶像崇拝やめました。航空祭は偶像だと思いました。画像収集やめました。世の中すべて偶像だと分かりました。イエス様以外は偶像です。ポイ捨てやめました。偉いです。仕事を辞めて一日中イエス様を叩いています。ネトゲやめました。占いやめました。イエス様だけを信じています。虚しい偶像崇拝やめました。タバコをやめて煙草偶像をやめました。イエス様だけが真実だと分かりました。悩みがあるときいつもイエス様を思い出します。偶像を崇拝させる悪魔は真理の敵だと思います。アメン。寝とげをやめたらガンが治りました。いたずらやめます。やめました。偶像崇拝やめたら世界が広がりました。新聞やめました。キューちゃん放送で外に出れた。先祖崇拝やめました。お金を偶像にしてたことに気がつきました。韓流やめました。白人崇拝やめました。君が代が偶像だと知り歌わなくなりました。覚醒剤やめられました。国家やめました。人種差別は偶像だと思いました。アメン。JW やめました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いろんな偶像崇拝がありますね。いろんな偶像崇拝あります。でも結局のところ偶像崇拝の本質は悪魔崇拝だということですね。偶像崇拝の本質はイエス様をイエス様に従わないことです。ですから大事なのはその偶像崇拝、イエス様を信じてイエス様に従うことによってイエス様を賛美することによって結果的に偶像崇拝から解放されます。つまり偶像崇拝っていうのはイエス様を信じて礼拝しないか、イエス様を信じて礼拝しないからその代わりにイエス様の代わりに
信じてしまう、信頼してしまう、依存してしまう、賛美してしまう。つまりイエス様を信じていない結果、イエス様を礼拝しない結果、偶像崇拝をしてしまうということなんですね。人間は生まれつき罪人です。人間はですね、イエス様を信じることを小さい時から教えないと、結果的に人間は何かを偶像崇拝してしまうということになりますね。何かを偶像崇拝してしまう、それは悪魔に騙されて誘惑されて、結果的にというふうになってしまうということですね。この偶像崇拝ということがよくわかると皆さんは、イエス様を信じて、あらゆる偶像崇拝から自分を守ることができるということですね。私も以前は、タバコという偶像を持ってました。お酒という偶像を持ってました。拝金主義という偶像を持ってました。野球を見るという偶像を持ってました。ゴルフを見たりしたりするという偶像を持ってましたね。不貧困という偶像崇拝がありました。私もいろんな偶像崇拝があって、その偶像崇拝によって無駄な時間、無駄なお金、無駄なエネルギーを使っていました。しかし今はそのような偶像から解放されて、イエス様一筋に生きることが許されています。そしてそれは神様に祝福され、とても、楽しい、素晴らしい人生を送ることができます。そして、天に宝を貯めることができますし、また、いろいろ成長することもできます。今本当に人生を生きがいを感じています。本当に素晴らしい人生を生きていると思います。なぜかというと、イエス様のために生きているということ、リバイバルのために用いられているということ、多くの兄弟姉妹と共に心を一つにして良い方向に向かっているということ、皆さん、人生というのは、それが本当の人生なんだということですね。一生パチンコやる、一生そのスポーツに明け暮れる、一生、ね、お金に明け暮れる、一生趣味に明け暮れる、それは虚しい人生で、意味のない人生、価値のない人生なんだよということですね。ぜひ皆さんの人生を考えてください。皆さんの人生ね、いろんな偶像で苦しめられてるんだよ、いろんな偶像で苦しめられてるんだよ、皆さんの苦しみがね、何らかの偶像崇拝の結果なんだよということですね。皆さんの苦しみは何らかの偶像崇拝の結果、皆さんが苦しんでるんだよ。イエス様はその苦しみから救ってくれます。偶像崇拝から救ってくれます。イエス・キリストを信じるということこそ、十字架でイエス様が死んでくれたのは、まさしく私たちを偶像崇拝の奴隷から救ってくれるためだったんですね。イエス様の血の力、イエス様の命の力が私たちを解放してくれるんだよということですね。キリスト教というのはそのように、偶像崇拝から解放されること、偶像崇拝から自由になること、これがキリスト教なんだよということですね。皆さん、もっと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 自由になりますよ。もっともっと解放されますよ。もっともっとですね、皆さんの束縛がなくなってきます。皆さんの、無駄遣いがなくなってきます。皆さんの抑圧がなくなってきます。皆さんの苦しみがなくなってきます。もっともっと自由になります。もっともっと楽しくなります。もっともっと、世界が広くなります。ジタさん、イエス様解放してください。イエス様解放してください。それからもう一つです。もう一ついいですか。皆さんが偶像崇拝から解放されること、これがまず大事です。皆さんが偶像崇拝から解放されること、これが大事ですが、次に今度は皆さんが他の人の偶像崇拝から解放されることを、助けてあげる、手伝ってあげる、導いてあげる、これも大事なんです。これも大事。
私がこのニコ生で伝道放送しているのはまさにそういうことです。リスナーの方々が偶像崇拝から解放されてほしい、自由になってほしい、そういうことの中で、そういうことの中で、この放送をしているんです。皆さん、それが愛じゃないですか。愛というのはその人が自由になってほしい、その人が幸せになってほしい、その人が苦しんでほしくない、それが愛ではないでしょうか。皆さんが解放されて、今度は他の人を助ける番になりませんか。ぜひ皆さん、まず皆さん自身が救われて解放されてください。そして、今度は他の人を助けてあげる、そのような伝道をしましょう。アメン、アメン。彼女に振られたことなんて、大したことない。そうですね、そうですね。偶像崇拝っていうのは、ちっちゃなこと、虚しいこと、ね、その価値がないことがすごく大事なようになっちゃうんですね。その小さなことにとらわれることですね。例えば優越感、劣等感、ね、自己憐憫、そういうのも全部偶像崇拝ですね。優越感というのは、なんか自分の何かをこう、なんていうんですかね、自慢してしまうこと、これがですね、これがあれです。優越感も、偶像崇拝です。劣等感は優越感の逆で、やはり自分の何かが劣っているということで劣等感を感じるんですが、それも結局のところその価値観が偶像なんですね。自分ができない、持ってない、そういうことで、自分を劣等感感じるのは、その自分が欠けてることの偶像だということですね。自己憐憫は自分をかわいそうに思うことですが、これも自分という偶像があるから、自分という偶像のゆえに自分がかわいそうになって自己憐憫を起こします。結局のところ、さまざまな人間の苦しみというのは偶像崇拝から来るんだよということですね。見えてきましたか？分かってきましたか？偶像崇拝っていう切り口で考えると、いろんなものが見えてきますね。そして偶像崇拝の反対はイエス様を信じていくことです。偶像を崇拝しても害ばっかりあります。悪霊が入ってきます。しかしイエス・キリストを崇拝すれば、聖霊をもらうことができます。その聖霊こそ、油注ぎということですね。皆さんが油注ぎを受ければ、皆さんにとっては、素晴らしい恵み、素晴らしい祝福を受けるということです。偶像崇拝すると呪いを受けます。偶像崇拝すると悪霊を受けます。偶像崇拝すると病気になります。偶像崇拝すると心が病みます。偶像崇拝すると鬱になります。偶像崇拝をすると絶望するんです、ね、それに対してイエス様を崇拝すれば元気になり、イエス様を崇拝すれば希望に満ちあふれます、ね、皆さんもすでに体験しておりますね。はい、それでは招きをしましょう。今日は偶像崇拝についてちょっと詳しく、ちょっと細かく説明しました。へえ、そんなことも偶像崇拝だったんだ、こんなことも偶像崇拝だったんだ、見えてきた、偶像崇拝っていうワードで、切り口で見たとき、この人間の人生、社会というものが見えてきました。この世というのは偶像崇拝だらけなんだ。この世というのは偶像崇拝だらけなんだ。見えてきましたね。見えてきました。霊的な世界が見えてきました。世の中が見えてきました。世の中が見えてきましたよ、皆さん。喜んでください。皆さんの目が、霊的な目が開いてきたのです。世の中が見えてきたのです。世の中が見えてきました。偶像崇拝だらけなんだ。罪だらけなんだ。偶像崇拝だらけなんだということで見えてきました。見えてくれば、自分がどういう偶像崇拝をしていて、どのように、
解放されなきゃいけないかということも見えてくると思います。自分の偶像崇拝が見えて解放されたい、イエス・キリストを信じて自分の偶像崇拝から解放されて、自分の偶像がなくなりたい人、束縛から解放されて本当の霊的祝福、神からの恵みが欲しい方、アメンと言ってください。偶像から、解放されて、そして、偶像から解放されて本当の祝福が欲しい方、アメンと言ってください。小太郎さん、ひかるさん、かずきさん、じゅたさん、アメンアメンアメン、素晴らしい、アメン。本当の自由です。偶像から解放されることが本当の自由です。メラニーさん、アメン。偶像崇拝から離れることによって、人生が楽しくなります。苦しみがなくなります。生きる意味が出てきます、重労働から解放されます。無駄遣いから解放されます。束縛から解放されます、天の父様、多くの人は知らず知らず偶像崇拝を強要されています。脅しとかさまざまなこの弱みにつけ込まれて、弱みにつけ込まれていろいろ偶像崇拝させられ、無駄遣いをし、浪費をしています。どうぞ今アメンといった方々が解放してください。彼らの偶像崇拝から解放してください。偶像を取り除けてください。彼らの偶像を取り除けてください。どうぞイエス様、あなたは救い主、解放してくださるお方です。また日本中の偶像崇拝、世界中の偶像崇拝を憐れんでください。彼らの偶像崇拝をやめることができますように、偶像を取り除けられますように、日本のさまざまな偶像、世界のさまざまな偶像を取り除けて、イエス・キリストだけを信じる素晴らしい生き方ができるように、どうぞイエス様、日本を救ってください。世界を救ってください。日本人を救ってください。彼らが自分たちが偶像崇拝をしているということに気がつきますように、ここにいる方々が気がついたように、日本中の人が自分の罪に気がつき、自分の偶像崇拝に気がつき、イエス・キリストによって救われて解放されますように、解放されますように、偶像礼拝から解放されますように、サタンの束縛から解放されますように、自由になりますように、自由になりますように、自由な人生、解放された人生、抑圧されてない人生、イエス様は彼らを解放してください。人間を解放してください。日本人を解放してください。そして日本が素晴らしい国となりますように、健全な国、イエス・キリストだけを崇める国、悪魔の支配がなくなり、悪魔の呪いがなくなり、悪魔のさまざまな偽りがなくなる国となりますように。日本を、あなたは日本を愛しています。日本のリバイバルを信じます。早めてください、早めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 、ハレルヤ、アーメン。はい、偶像崇拝っていうのがだんだん見えてきたと思いますね。一緒に、皆さんと一緒に探り、一緒に求めています。日本のリバイバルのためにそのポイントを求めています。皆さん、信仰というのは、ポイントをしっかりと理解することです。聖書はとても厚いですね。聖書はとても厚いですけど、ポイントがあります。聖書の言いたいことは何なんだ、イエス様が言いたいことは一体何だ、そのポイントを求めることですね。御言葉のポイントを一緒に学んで、日本を救うためにその真理を学びましょう。ありがとうございました。それではまた明日、おやすみなさい。シャローム、シャローム、おやすみなさい。ハレルヤ、アメン、おやすみなさい。シャローム、シャローム、アメン、アメン。はい、ありがとうございました。